はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、来年春から始まる2023年度前期朝ドラ108作目になりますが、らんまんという朝ドラですね。こちらが放送開始となるわけですが、こちらの高知編での新キャストがですね、NHKPR 公式ホームページより2022年8月26日、昨日ですね、発表になっておりますので、早速紹介していきたいと思います。はい、このらんまんなんですけれども、久しぶりにモチーフが存在する史実に基づく物語となっています。らんまんの主人公、牧野万太郎を演じるのは神木隆之介さんですね。そして万太郎のモチーフとなっているのが日本の植物学の父と言われています牧野富太郎氏です。万太郎の人物像ですが、高知で酒造業を営む裕福な商家の一人息子として生まれます。体が弱くいじめられがちな少年でしたが、植物の魅力に取りつかれ、その秘めた才能を発揮するようですね。草木を訪ねて毎日のように野山を歩き回ったおかげで健康で丈夫な体を持つことになっていくようです。そして小学校中退という学歴にもめげず、独学で植物学を極め、東京帝国大学植物学教室の門を叩きます。後に日本の植物学の父と称されるようになるということのようですね。そしてヒロイン末子役を演じるのは浜辺美波さんです。この末子さんなんですけれども、万太郎の妻となっていく人物ですね。そしてですね、モチーフとなっているのは、そうですね、牧野富太郎さんの奥さんである末子さんがモチーフになっています。それでは末子の人物像ですが、東京の下町で母と菓子屋を営んでいましたが、万太郎と運命的な出会いを果たし、後に結婚をするようですね。植物研究に金をつぎ込む夫のために、あの手この手で苦しい家計をやりくりし、最終的にはあっと驚く方法で家族を救っていくようですね。万太郎や子供たちと貧しくも楽しく明るい家庭を築いていくようです。はい、ここからがですね、高知編として新たにキャスティングが発表された部分に入っていきます。まず万太郎の家族関係ですね。万太郎の姉、牧野綾役を演じるのは佐久間由衣さんです。綾の人物像ですが、万太郎の姉で気が強くしっかり者で、弟の万太郎のことを誰よりも気にかけている人物。幼い頃酒蔵に迷い込んだことをきっかけに酒造りに魅了されることになっていくようですね。そして綾や万太郎の母親が牧野ヒサですね。ヒサ役を演じるのは広末涼子さんということで、なんと初出演のようですね、朝ドラは。はい、ちょっと意外でしたけどね。ヒサの人物像ですが、万太郎の母、病弱ながらもやっと授かった万太郎のことを誰よりも慈しむ人物です。植物が大好きな万太郎の成長を温かく見守る存在でもあります。そして万太郎や綾の祖母にあたる牧野滝ですね。ヒサからすると義理の母になりますが、滝役を演じるのは松坂慶子さんです。滝の人物像ですが、万太郎の祖母、夫と一人息子に先立たれたため、酒蔵峰屋を女で一つで切り盛りしている、曲がったことが許せない正しく強い女性、跡取りの万太郎を特に厳しく愛情深く育てる人物のようですね。ちなみにモチーフである牧野富太郎氏は3歳で父を亡くす、
そして5歳で母を亡くして6歳で祖父を亡くしたというため、これに類似した家族構成になっているものと思われます。はい、続きまして酒蔵峰屋の人々です。竹雄役を演じるのは志尊淳さんです。竹雄の人物像ですが、万太郎の商家である酒蔵峰屋の番頭の息子、年が近いことから万太郎のお目付け役を命じられるようですね。万太郎に振り回されつつも一番の理解者として支え続ける人物のようです。はい、続いて幸吉ですね。幸吉役を演じるのは笠松翔さんということで、朝ドラ初出演のようです。幸吉の人物像ですが、幼い頃から峰屋に出入りする蔵人、毎年秋から春にかけて農村から蔵へ酒造りに来るということで、農業とお酒造り、両方やっているということになるかと思います。続いて玉役を演じるのは中村里穂さんで、中村さんも初出演になるようですね、朝ドラ。はい、玉ですが、万太郎が幼い頃から峰屋に奉公している働き者の女中となっております。はい、それではその他の人物2名を紹介して終わりたいと思います。1人目が池田蘭光ですね。池田蘭光役を演じるのは寺脇康文さんです。池田蘭光の人物像ですが、学問上名教館の学徒、巧妙な学者だが無類の酒好きで身なりに頓着しない変わり者、少年万太郎に学び続けることの大切さを教えてくれた人生の師匠的な存在のようですね。最後は楠野義恵です。義恵役を演じるのは島崎和歌子さんということで、島崎さんは高知県出身ということで今回のキャスティングになったのかもしれないですね。義恵の人物像ですが、自由民権運動を支援する女性で、通称民権ばあさんと呼ばれている人物のようですね。詳しくは分かっておりません。はい、今回は2023年度前期朝ドラ「らんまん」の高知編での新キャストが NHKPR 公式より発表がありましたので、主人公やヒロイン役も含めて紹介してきました。主人公牧野万太郎は史実の牧野富太郎氏をモチーフとしておりますので、そこを考慮した登場人物と役柄になっています。キャスティングについての感想は、朝ドラ初出演者は控えめで、実績のある俳優による手堅い布陣だと感じましたね。この辺は朝ドラ舞い上がれとは全然違う方向性だと思いました。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。